です。赤、日本代表宮原美穂選手。そして青、トルコ代表オズチェリック選手です。今大会から、女子組手試合時間が3分に延長されています。競技時間3分です。さあ、赤の宮原選手ですが2017そして2018、プレミアリーグパリ大会連覇中です。今回3連覇を狙います。序盤からかなり攻撃を仕掛けていってますかね。そうですね、積極的に技が出てますね。はい、はい、彼女の持ち味はスピードですので、はい、そのスピードで翻弄していきたいですね。両者まだポイントはありません。この青の選手も上手い選手ですので、はい、上位ランカーですので、味方を伺ってますが、宮原選手 のスピードですね、生かしてどん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 攻めていってほしいですね。ここでビデオレビューです。最近の宮原選手は結構考えながらできるようになったような、はい、今まではその本能のように、はいはい、本能を生かした攻め方をしてたんですけど、はい、攻撃の中にも防御を考えたり、すごく試合が上手くなりましたよね。そうするとこの3分という競技時間はもしかしたら有利に働くかもしれないですね。そうですね、はい、圧倒的な運動量もありますし、はい、そのスピードが3分間持続されればすごいですよね。はい、さあこれ、ビデオレビューノーの判定です。ポイントはありません。これと気分的には有利になりましたね。はい、はい、青トルコのセラップ選手、この後はもうビデオレビューは、要求できません。いいですね、いいところで蹴りが出てました。ああいう風に攻めながらでも、おいい、惜しいですね、つながりましたね、技が。攻めながらでも相手の蹴りに対して防御ができる、そういったこのスピード感の中でそれができるのは本当に宮原選手の持ち味だと思うんで、はい、なかなかこう攻めにくくなりますよね、トルコの選手も。そんな中でしっかり1本決めていきたい。ちょっと慎重になってますね。両者ともにスピードが速いので、はい、少しのミスが命取りになりますね。はい、それをお互い分かっている感じですね。そう、そんな感じですね。はい、リズムも合っているのでなかなか攻めにくいと思います。はい、残り時間は1分12秒です。また、まだお互いポイントありません。動きが出てきましたね。あ、いいですね、こういう攻め方の方がポイント取ってる時が多いんで、はい、あんまりこういついてその場でステップをするんじゃなくて、ちょっと詰めたり引いたり、そういった動きの中で攻撃出せるといいですね。はからですね、相蹴り技が相手の、まあ、持ち味でもあるんですけど、はい、しっかりカバーできてます。
残り30秒です。こう整体から虐待に変えたりいろいろとこう様子探ってますよね。考えてますね。なかなかでも三原選手崩れないんで、はい、今の惜しいですね。残り11秒です。笑顔が見えますね。はい、まあ、一つ取られましたけど、はい、まだ逆転できると思います。ちょっと居ついてしまいましたね。用意始めて準備がないまま有効の後に技あり。そうですね、はい、ちょっと流れが。トルコセラップ選手、3ポイントリードです。残り11秒。あー、今の距離が、取られましたね。一本ですね。はい、残り6秒。もう技狙うしかないので、はい、はい、ですが相手6点リードです。そうですね、ここで試合終了です。6対0。この最後の数秒というところでかなり点数を取られてしまいました。そうですね、はい、いい時の三原選手もう少し動いてた方が調子がいいのかなというふうに感じるんですが、はい、今回お互いにまあこう警戒し合った中で動きが居ついてしまうというか止まってしまってたので、はいはい、すごくこうらしくないじゃないですけど、はい、もう少し動いてスピードを生かした動きの方が、まあ、彼女らしいかなというふうに感じましたね。もしかしたら本来の力が出せていなかったかもしれないですね。はい、マイナス50キロ級女子5人組で、優勝はトルコ代表セラップ選手となりました。